悪いことをしましたわ。あ、気にすることないよ。拗ねるのはいつものことだからね。かわいい妹さんですね。どこが？家にいると雑用ばっかりさせられるんだ。それだけ愛されているんですわ。そんなもんかな。我らが神よ。どうしたの？具合でも悪い？ああ、いいえ。神様へのお祈りを。グミとかで治るかな。それとも医者呼んだ方が。あの、話を聞いてください。他のみんなと合流しよう。そうですね。どうしたんだい？いえ、何でもないですわ。急ぎましょう。